ベルカです。今回は前回のですね、西海町の方、外目でしたっけ、あそこから南に向かっております。ここは長崎市、何町になるんですかね、これ長崎市の野毛崎というところに向かってます。なんかまた迷いになりそうな気がする、そうでしたいね。野毛崎といえばあるじゃないですか、有名なものがね、もうなので向かってます。多分ここ今ナビの感じだと18分と出てるので、それぐらいで着くのかなと思います。だんだん南に下がっていきましょうかね。この後も行きたいとこがねあるんですけど、時間がどうかなっていう感じですよね。私もここの道は初めて通るのかな。11月ぐらいになると多分、もういいのかな、10月でもいいのかな、どのくらい時期がわかんない、すいませんね、適当で申し訳ない。10月からいいのかな。なんか長崎の方では伊勢海老祭りとかはあってなかったですっけ。なんか秋だったような気がするんですけど、違いましたかね。違ったらすいません。結構野毛崎の方の沿岸にのお店ではそういった海産物がですね、たくさん美味しく食べられると思いますよ。はい、ずっとまっすぐないのか、なんかずっとまっすぐだと怖い。こういうね、男の子のお子さんなんかね、恐竜空いてるみたいなんで、恐竜ね、男の子好きですよね。歴史の勉強、歴史っていうか、あれ、恐竜生物かね、の勉強になりますね。無事行ければあと10分ぐらいで らしいです。今ナビの声入ったのかな。間違えてないみたいですね。ここに女神大橋っていうのを初めて渡ったんですけど、もう、あの橋はちょっと怖かった、とにかく、まあ、前回の、西海橋のところのね、遊歩道を歩いてる時にも言ったかもしれませんけど、高いとこが苦手。大体でも橋って高いんですよね。そう、それはそうですよ。当たり前かいって感じですけど、もうね、小さい時そんなに感じなかったんですけど、大人になってからダメになりましたね、交渉はね。
なんか、九州内にもね、なんかすごい橋があるみたいなんですけど、ぐる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 回ってるとこ。どこやったかね。思い出すんですよ、ここやって。ねえ。あそこも気持ちいいですね。まあ、こう、長崎県が終わったら、今度はどこ行こうかな。佐賀のね、セブリと、セブリ、なんだっけ、あそこ。ほら、名前が出てこん。三瀬峠だ。もう、頭悪すぎでしょ、この足。思い出しきらんっていうね。三瀬峠もいいっすね。ただね、寒くなるとね、たまらんのですよ。本当に山の上なんで。もうね、多分ね、録画できてるなら、私が 見ようと思って来てる場所が映ってると思います。見る人がね、見たらわかるんですよね。世界遺産になってますよね。こっちの道の方が、反対側の道、反対側っていうか、ここ島をぐるーっとこう、半島みたいになってるんですけど、反対側のね、道もあるんです。そっちはね、一回だけ来たことがあるとですけど、ね、おー、いけ、やべえ、いや、マジでもう何回も、しつこい言うですけど、喋りながら、まあ、画角も考えながらって、こう、ね、バイク運転するの難しいですよ。まあ、私がね、不器用なだけなんですよ。まあ、でも、用心せずいかんねえと思ってます。なので、この前はね、ずーっと撮りっぱなしにしてたんです。で、そうすると、ずっと喋っとるでしょ？わけのわからんことをね。なのでね、よそよそで撮るようにしました。その方が安全かな？ね。でね、ここから見えてます。あれね、軍艦島ですよ。見えてるかな？なんかね、老朽化が進んでどうのこうのってニュースで見ましたけど、あとね、コロナで行けんやったでしょう。確か。観光船ね、出てるでしょ？島に上がれるようなやつ。予約船っていかんやつですよね、確かね。あれね、もう行けるんですかね。だから、あんな小さな島なのに人口密度が東京の何倍っていうやつですっけ。もうね、本当に申し訳ない。もう、とにかくね、すごい人口が、あの島、ね、人口ですごい人が、あの島で、あの小さな島でね、生活してたんですよね。すごいですね。レオトイは、レオトデコンバトですかね。すいません、神様ごめんなさい。メイトのねえ、ここからしか見えんのかな。なんか違うような気がするんですよね。多分もっとこう、ここでもね、十分見えをするとですけど、なんかもうちょっと近かったような気がするんです。多分ね、その資料館のところからわーっと見えたような気が。わからん。ですよ。難しいんですよ。標準語で話すの。こういった方言で、何を言ってるかわからないと。お前の方言強すぎだろと。なまりすぎだろ。コメント、字幕入れるやって思われる方、おられたらコメント欄でもいいですし、ツイッターでもいいので、教えていただければ、
字幕入れます九州弁翻訳機みたいなやつないですかね、自動翻訳機みたいなね。これ本当ね、面白いことに隠してるつもりなんですけど、ね、九州からデルタ級ですよ、標準語で喋ってるつもりなんですけど、もうね、一番面白かったのが、青森に行った時に、どこだったかな、弘前城かな、もう15年ぐらい前ですよ、15年以上前か、あれ行った時に、売店のね、お姉様から、普通に買うですよ、いくらになりますって、じゃあ分かりましたって言って、大きいのしかないんですけど、いいですかみたいな感じで、自分的には標準語で喋ってたんですけどね、なんか、それを言った後、その売店のお姉さんが、あなたもしかして、九州から来たとね、違うですけどね、向こうはね、おだまりがね、東北の方はね、九州の人ねって聞かれたわけですよ。で、なんで分かったのですかって言ったら、もうそんな喋り方よって言われて、そんなまっとっとばいねっていうとば思ったわけですよ。まあ、その時はびっくりやったですね。ちょ、後ろから車来てるけんさ、ゆっくり走れんとやったらね、ぬか抜いてもらおうかな。よいしょ。ちょっと危なかですけど、ごめんなさい。私ゆっくり行きたいので、すいません。ね。あ、ここからよく見えますね。私、どこ行ったとやろか。わかるんですけどね、やっぱりね。外に出てみないとわからん、自分が黙ってるのはわからんっていうね、自分が喋ってる間はわからんですけどね。あー、あれか、へー、ツイッターっぽいですね。ツイートなんけどツイートっていう。いや、多分あれが資料館になるのかな。なんか公園かなんかあればね、いいんですけどね。カフェみたいなとこもあるんですね。公園ないかな。公園ないのかな。あれ公園か。公園になったらあそこで見たよね。あ、到着しました。見たよね、止めて。ここに恐竜博物館ってやつ、さっきのとこが資料館と恐竜博物館、さっき言ってたとこだったみたいですね。ちょっと先まで走ってきたらちょうどこう海沿いに来たので、ね、あの真正面に見えますのが、これね、これが限界か、これが限界島です。どうもこのここの道をずっと海沿いに行くと軍艦島クルーズしてるとこあるみたいですね。はい、でさっき言ってたのメガネ大橋がここら辺、これか、これね。絶叫で料金所が、PTC じゃなくて、コイン投入型のやつですね。なので、料金を払う機械に近づけて止めたつもりが、きちんと止まってなくて。ね、多分ここら辺は当選が、どうなんだろう。
まあなんか料金取るんでそのお金払って。まずマイクを女性出てない、あとあれ小銭100円だったんですよ、ね、これはね、なのにそれなのにもかかわらず千円札だっていうね。後ろの人にも何回もお辞儀して失礼するみたいな感じで謝ったんですけど、まあ慌ててれましたよね。今から見頃のポイントがあるはずなので。